とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は久しぶりに、やりビルドで行ってみたいと思います。前はね、このやりで、無限ダイナモ使って行ってたんだけども、無限ダイナモ、もう修正されちゃいました。でも、多分まだ、やりビルド強いと思うので、試してみましょう。装備はこれ。続々スピアの、リフレッシュクリティカル虚無重力ですね。これベストだと思います。で、防具にはウィザーアーマーですね。ポーションバリア、雪玉、デスバーターのクールダウン。で、弓はハープクロスボウで、虚無弱体化。で、マルチショット長弾ですね。もう全体にマルチショットで、虚無と弱体化をばらまく。そういう感じです。で、アーティファクトは羽は入れてません。エリクサーのカバンとドラ、キノコですね。まあ、いけるんじゃないですか？行ってみます。それでは行きましょう。デイリーさんですね。結構簡単かなと思うんだけども、でも追い打ちがきついんだよな。100% 追い打ちを持ってるので、ダメージがだいたいみんな倍与えてきますね。で、魂4倍で流れ込む魂。すごくいいよね。流れ込む魂入ってるとすごくいい。まあ、どれぐらいの強さか、行ってみましょう。ああ、なるほどね。なるほどね。嫌なやつ、ほんと。OK。よし。OK。もう。で、トゲね。嫌なやつだわー。OK。ちょっと待て。 OK。 とにかく弱体化をしっかりと入れてね、いきましょう。多いね。やっぱり 100% 追い打ちってなるととんでもねえな。とんでもないわ。よし。でも全然倒してはいける。問題はどんな変更点が来るかだよね。問題はそこ。変なの来んなよ、本当に頼むから。いやいやいや、むしろ来た方が面白いか。うわ、すっげえ。なにこれ。オッケー。ちょっと待って、重力パルスやめろ。あ、おーい。おい。ポーション使ったぞ。間に合ってないのか。よし、いけ。うわ、重力パルスとかひどいな。これはひどいわ。オッケー。まあね、位置取りをしっかりと。やりながら倒していきましょう。よし、オッケー。追い打ちの弓とかも結構効くな。あ、お前か、重力パルス持ってんの。重力パルスやめてくれ。よし、オッケー。おーい。ひどいぞ。ひどいけど、よし、いけるいける。よし、頑張りましょう。それでは、キャプテン探していきましょう。まあ、いるだろうね。間違いなく。結構きついな。ちょっと待て待て待て。嫌だな。OK。とりあえず、うわ、マジで。ちょっと待て。あっぶね。なんだこれ。あっぶね。ちょっと待って、これ霊気やめろ。何、上のこのゲージがおかしい。ちょっと待って、取らせて。まずまず取らせろ。オッケーオッケーオッケー、やめれ。よし、ちょっと待って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 。全部取りたいの俺は。よし、オッケー、取れた。おーい、ひでえぞ。何これ。いや、まあいけた。やっぱりね、この槍のね、このリーチの長さの偉大さよ。おっしゃ、なんとかなる。よし、とりあえず全部取ろうね。取ってから結果を見ましょう。下にはいないかな。あ、トゲがいるんですね。何、今ついてるの。脅威が2でしょ。で
プレイヤー HP が 20% 減少して略奪者に変わるか。オッケーオッケー。まあまあ、まだなんてことないかもしれない。問題はこの後からよ。どんなのがつくんだい、次は。どうせ変なのがつくんでしょ。マジで。あぶねえ、あぶねえ。はい、うーわ、最悪。最悪です。本当に。もう、最悪なやつが好きだ。うっそ、ちょっと待って待って、無理。無理。ちょっと待って。よし。固まるなって、もう。わあ、倒した。なんかギリギリ倒した。いや、これもう急いでいくっきゃないよ、もう。いや倒せなくなっとるし、だいぶ。まあ今のはあれか、味方回復だからか。いや、きついきつい、これきついよ。とてもじゃないけど、ちょっと厳しくなってきた。おいって、もう2、3発食らったら死ぬ。マジかよ、もう追い打ちの恐怖よ、ほんとこれ。うーん、これ確実に弱体化入れていかんとダメだね。あっぶね、待てって。弱体化入れても結構食らうんかい。 40% はこれで軽減できてるはずなんだけどね。いや、もうそもそもちょっと敵がかなり強くなってきた。やべえ、こっち来やがった、あいつら。オッケー、行けるときもどんどん前進もう。ちょっと、これきついぞ、これきついぞ、絶対。よし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 、オッケーオッケーオッケー。行けるときもどんどん進んだがいいわ、これ間違いね。よし、ダメだ、倒せん。倒しきれない。オッケー、無理。ポーションバリア入れて、それかい。ポーションバリア入れて、そのダメ、ちょっと待って、ラグっちゃダメだって。あっぶねえ、もうあっぶねえ。死ぬ、普通に死ねる。よし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 、急げ。うん、矢も300本ぐらいあるんで、もう取らなくていいよ。うわ、ちょっとここ無理。ちょっとずつ倒さないとここ無理だわ。よし、オッケー。急げ。いや、こんなとこ無理だわ。これはちょっと無理。あ、でもね、デスバーターはね、発動させたいな。ちょっと、あ、これ無理。バカじゃねえのこれ。よし、オッケー。だから霊気はもうほんと致命的なんだって。よし、オッケー。硬え、むちゃくちゃ硬い、むちゃくちゃ硬いぞ。よしオッケー。これもうナイトモードになったから、もう急ぐ気はないんだよね。 OK、 もう止まっちゃうと危ねえ。もうそこでね、終わっていくんで、もうとにかく急ぐしかない。よし、 OK、 なんとかなってる。よし、試合いくぞ。もうこれきつい。はい、早く。あそこの裏に回れば、まあちょっとはマシ。いやいや、ちょっときついきついきつい。来るな、こっちに。もうこっちに来るな。ラグいって。よし、一応ね、この影のブリューをところ、うーわっ、
最悪、変更がある、最悪だわ。よし、誰変更ついてんの。いた、いやもう、待って待って、無理ゲーになってくる。これでなあ、固まった、最悪、あぶねー。よし、この変更のやつなんとかしよう。味方回復とかついてやがるな。いや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 、待て待て待て、本当に待て。よし、オッケー。なんか硬くね。あ、霊気か、霊気やめろ。あ、うわ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 、変更ついてる。ちょっとやめろって。よしよしよし、お前も変更だろ。よし、あー、影のブリューが消えた。あ、いや、ついてるついてる。うわ、痛い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 。よし、 OK OK OK、 いいよ、なんとかなってる。よし、いいね、影のブリューでなんとかいけてる。これ急なクリーパーとかが来た時が終わるね。よし、 OK 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 OK、 いいよ。待て待て、よっしゃ、もうちょいもうちょい頑張ろう。わお、とんでもねえ数だ。よし、でもこの槍のリーチさえあればなんとかなるさ。よし、怖い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 、何これ、なんだこれ、無理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 、これは無理。よし、ちょっと待って、取らせて、危ねえ、危ないよ。おっしゃ、オッケー、ここまで来たらもうクリアしたい。よし、ここまで来たらもう行こうやね。あぶねえ、おーい、なんか猛ダッシュで来たやつがいる。危ない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 、うわ、ちょっと待って、無理無理無理、一回退避退避退避無理だ、とてもじゃないけど無理。よし、こっち側から行こう。待て、固まるな、おい、そういうのやめろ、そういうもう嫌がらせやめろ、本当に。よし、ちょっと待って、変更ついてない今の誰か。よし、待て、よし、うわー、よし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 、いける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 、まだいるんかい、嘘だろ。よし、まあ、危ない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 、もう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 、これは無理だこれはきつすぎるって。あぶね、よし、 OK、 なんとか、あとが多分このウェーブで終わりだもんね多分。オッケー、よし、どう、終わりじゃないこれで。よっしゃ、逃げろ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 、ひでえ、これはひどかった。まあまあクリアできてよかったです。はい、ということで戻ってきました。今日は久しぶりにね、この槍ビルドを使ってみましたけども、
やっぱり強い。うん、怒りもね好きなんだけども、俺槍の方が怒りよりも好きかもしれない。うん、この戦い方がやっぱりね面白いね。うん、この壁とかを使って敵のね動きを封じながら戦っていくっていう、ちょっと頭を使う戦い方なんだけども、それが俺はたまらなく好きですね。皆さんもぜひ槍を持ってたら使ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。